どうも、クーニンです。本日はですね、急遽プレゼント企画を行わせていただきます。<laughs> 今回ですね、プレゼントするものはですね、こちらのグラブでございます。こちらはですね、2020年からクーニンと三ツタイガーさんが共同開発をしてお、どうも、クーニンです。本日は急遽プレゼント企画を行いたいと思います。<laughs> 今回ですね、こちらのグラブ。 こちらはですね、2020年から三つわタイガーさんとクーニンの方で共同開発を進めまして、2021年ヒマラヤスポーツさんで販売することとなりました限定の軟式用のグラブでございます。こちらはクーニンモデルとなっております。オールラウンダー用のモデルとなっておりまして、でにですね、もうクーニンが片付けして何度かですね、使用はしたんですけども、ほぼほぼですね、まあ、新中古のような状態で綺麗でございます。 こちらをですね、1名様にプレゼントしたいと思いまして、応募方法に関しましては、クーリンのインスタに、こちらの三葉タイガーさんのですね、グラブの写真を投稿しておきますので、その投稿のコメントに欲しい旨をお書きいただきましたら、その中からですね、1名様、僕がですね、選んでご連絡させていただいて発送したいと思います。一応、締め切りに関しては、5月の5日、子供の日に皆様の手の届くようにしたいと思ってますので、5月4日 で4日内にですねインスタのコメント内で当選者の方も発表して発送もしちゃってできれば5月5日にギリギリ皆様のですね、手元にこのグラブが届くようにしたいなというふうに思っておりますで今回ですねちょっと急遽になったのはですね今日配信予定だった動画がですね諸事情によりまして1日遅れることとなり配信する動画がですねなくなってしまいましたので急遽、このカメラを回してプレゼントして と企画をするもともとゴールデンウィーク子どもの日にちなんで何か皆様にですねプレゼント企画をしたいなというふうに思ってましたので、まあ、この機会にですね、あのー、共同開発してリリースしましたこの,このコラボブランド結構ねですねあのお問い合わせもいただいておりましたので、えー、気になるっていうお客様、えー、ご視聴様の方がですねたくさんい,いたということもありまして、えー、1名様にプレゼントすることとなりました。なのでですね 興味のある方はね、どしどしですね、インスタの方でコメントください。特にですね、僕のインスタをフォローしなくてもですね、あのコメント内にコメントいただけましたら、対象者とさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、昨日もですね、ちょっとイカイダーの引っ越しのための物件の内見行っててですねあの、動画配信、編集したものをあげれなかったんですけども、 まさかの2日連続となってしまいまして、まあ、非常にですね、申し訳,申し訳ない次第いでございます。いつもですね、楽しみにしていただいている皆様、本当に申し訳ございません。動画はです、ね、これで以上なんですけども、プレゼントキャンペーンの告知しか今のところしないですね。えー、そうですね最近、ですね、もう僕がですねずっと使っているです、ね、商品がありますので、それを最後に紹介したいと思います。 まあ今ですね、あの目の前に見えたんですけども、まあ、こちらですね、まあ、インスタを見ている方はですね、まあ、ご存知かと思うんですけども、仙骨枕です。確か値段はですね、5000円ぐらいだったと思うんですけども、まあ、これで5000円するんですよ。比較的ですね、まあ、お値段するアイテムとなってるんですけども、これ基本的にこの仙骨のです、ね、ほぐすためにですね、やるものなんですけども、 まああの僕が知ったきっかけですね、ダルビスさんがですね、なんか二年ぐらい体調不良に悩まされてて、でそれを解消したのがこの仙骨枕を使ったなんかケアだったとっいうことで、すぐにですね買ったんですよ。で買ってすぐですねこう試してみたんですけども、なんかそこまで最初は僕変化を感じなかったんですよ。まあ、そもそもやり方も合ってんのかなとか思いながら、んこれでいいのか、これでいいのか。 っていう形で、なんかこう、ふわーっとですね、なんか使ってたんですね。で、それからですね、何ヶ月ぐらいかな何ヶ月か経って、で、すごくですね、もう僕も体調悪くなった時があったんですよ。あの、なんかピッチャーだった時ですね、ハマスタで134キロ投げた翌日ぐらいから、もうすごい体がだるくて、 なんか痛いんですよもう腰とかもあと臀部とかもあともう下半身も痛いしなんか肩,なんか肩も痛いしなんか全体的にも痛くてでなんかこうストレッチとか整体とかも行くんですけどもなんかあんまり良くなんなかったんですねでもう肩がとにかくすごくて、まあ、具体的に言うともともと僧帽筋がすごいね張るんですよ僧帽筋とかあとこの。 三角筋の周りとかねあとこう中とかも前虚筋もそうなんですけど、まあ、脊柱起立筋とかもあと菱形筋ですねもうそれがねすごくねとにかく凝るんですけどその辺の筋肉ってね結構ね自分でねやりづらいんですよこうやって手と,手とかでストレッチがそれでなんかいいものないかなって思ったところにですねこれがあるのを思い出してでこれをこうふとね寝てこういう風に。 自分のですねこう張ってる部分に当ててでこうゴリゴリやってみたんですよそしたらですねめちゃくちゃ痛くてもう泣く,泣く寸前ぐらいまでもう痛くてでもねほぐれてる感じがあったんですよもう本当にねもうびっくりするぐらい痛いんですけどまあでも自分でやってるじゃないですか整体でやってるともう耐えれなくてうわーとかなった時あるんですけども、まあ、これって痛いけど一応こう なんか痛いの分かって自分でこうアプローチしていくんでなんかね耐えれるんですよでそういうのをこう家でゴリ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 まあ箇所を変えてね1日1時間ぐらいですかねなんかお風呂上がりとかにあのこうコロコロやったりとか寝る前に漫画読みながらコロコロしたりとかねとにかくですねこの仙骨枕なのにもう肩をねバリバリやってたんですよもうさっき言った筋肉もいろんなところをですね寝そべってねで 普通にで、ね、最初ですね、床で仙骨枕を置いてやってたんですけども、滑るんですよ。あの普通のフローリングとかだと。こうっ普通のフ,フローリングだと滑るんで、僕、こういうね、体操用のマットみたいなやつをですね、一つ買ったんですよ。そしたらですね、この体操マットと、この仙骨枕の摩擦がですね、最高に良くて、 もう全然すめなくて、自分のこの当てたい部分にめちゃくちゃヒットするようになったんですよ。それから、なんかすごくですね、体調良くなってきて、主にですね <laughs>、仙骨もやるんですけども、仙骨以外の部分にすごく使ってます、最近これを。もう僕は肩と、あとですね、胸ですね。こう寝て、これをこ胸で当てたま寝るんですよ。で、こコリコリすると、胸がね、ほぐれるんですよ。痛いんですけど、すごい。 胸ほぐれるるとでですすねこう肩上がるんですよ僕それでね初めて知ったのがこの肩痛ってねここが痛いだけじゃないんですよねやっぱいろんなところがですね張って固まってるからで結果こう上げた時に張ってる分がこう引っ張られて痛いんだなってここに痛み出ちゃうんだなっていうので最近も,も全体をですねこの仙骨枕のこっちが使ったりとかあ、まあ、こっちが使ったりとかこっちが使ったりとかもういろんなところをとにかく使ってほぐすようにしてますそれからですね 結構体調よくて下半身もね全部ねお尻をねすごくするんですよ寝てねお尻の頭もねゴリゴリするんですよこれ横だったり縦だったりここだったりこっち向きだったり、まあ、とにかくですねなんか凝ってる部分にこの突起してる部分がですね当たるようにう,うまいことど,どこのパーツだったら一番よく当たるかなっていう考えてやってるんですけどもそうするとめちゃくちゃ調子よくて。 だから本当ね、この仙骨枕をですね、非常に愛用しています。ということで、えー、ちょっと <laughs>、プレゼント企画の動画だったんですけど、まさかの最後、仙骨枕に熱くなりすぎて、一生仙骨枕について喋ってしまいましたけれども、まあ、とにかくですね、最近買、最近買ってないな。去年から買ったの。最近本当にヘビーに使ってるいいアイテム、一つおすすめするとするなら、 こちあの本当ねもう毎日1時間はですねこれ使ってます最近はもう試合にもですね持っていて試合前とかもですねコリコリするぐらい気に入ってますので是非皆さんもですね体調悪い方は仙骨枕を使って、まあ、仙骨のケアもしつつ仙骨以外のところにもアプローチしてみてくださいそして今回ですねこの子どもの日にちなんでですね グラブプレゼント企画1名様にしますので、欲しい方はですね、クーリのインスタにこちらの写真投稿の、えー、コメントにですね、欲しい旨を書いてご応募ください。明日、当選者を発表したいと思います。ということで、今日の動画は以上です。皆様、2日連続申し訳ございませんでした。